風よ。山の空気は美味しいな。このままずっと歩いててもちっとも疲れない気がするぜ。クリーム、キャンディー、バブルオレンジ。あ、なんか聞こえないか。山、水、最高。だろ、オイラの気のせいじゃないよな。それに、なんだか聞き覚えのある声だし、今日は時間がたっぷりあるし、見に行ってみるか。出たら絶対いいことが起こるって言ったでしょ。スチームバード新聞の占いコラムってたまにすごく当たるのよね。ナビアの運がいいのだろう。あんたたちもリーウェのお祭りを機に旅行へ来たの。怪盗祭を祝して。怪盗祭、いい仮説だな。怪盗祭を祝して。でも旅行って、なんで山の中にいるんだ。ここには誰もいないぞ。それにさっきオイラたちが下で聞いたあの大声、もしかしてあれってナビアだったのか。おお、あんたたちさすがね。だいぶ遠くにいたみたいなのにちゃんと聞こえるなんて。いやいや、オイラたちの耳がいいっていうよりナビアの声がでかかったんだぞ。まあね、なんだって私はボスだから。確かにメリットと言えなくもない。そうだな、声がでかけりゃコミュニケーションも取りやすいだろうし。って違う、気にしてたのはそこじゃないぞ。オイラが聞きたかったのは、なんで誰もいない山の中で大声を出してたのかってことだ。アンニーンとかバブルオレンジとか、まさか何かの暗号か。いや、暗号ではない。ただの無意味な言葉だ。であると同時に有意義な叫びよ。山を登る人ってよくこうするじゃない。困難を乗り越えてやっと頂上にたどり着き、目の前に広がる美しい景色を眺める。で、大声を出して発散したくなる衝動を抑えきれず。そうそう、さすが相棒、わかってるじゃん。それに迷惑にならないか行営層の人たちに聞いたら、みんな大丈夫だって言ってくれたの。登山客は誰しも頂上で叫ぶのが好きだから、みんな慣れてるんだって。あとほら、人生で何度かは山の頂上で叫ばなきゃでしょ。人によるんじゃないか。私はそう思わない。ストレスを発散するために無償に何かしたくなることってないの。いや、私は大丈夫だ。万が一ストレスが溜まったら狩りに行けばいい。お前狩りに行ったりするんだな。確かにいい方法っぽいぞ。何を狩るかは気分次第だがな。え、うん、ところであんたたちも叫んでみない。内容は何でも OK、 適当で大丈夫、ストレス発散になるから。おいらは別に毎日食べ物にも寝るところにも困ってないし、発散するようなストレスがないぞ。それって恥ずかしいから理由を作って逃げようとしてるだけじゃない。ほら、そんなに気張らなくていいって。さっきフリーナもやってたんだから。あ、今の聞き間違いじゃないよな。
フリーナも共栄層に来てるのか？自分の耳を信じていい。聞き間違いではない。実を言うと、この山に登ったのは誰かの叫び声を聞いたからなんだ。そう、誰かが助けてくれとか、どうすればいいんだって叫んでてね。それがぼんやりと聞こえてきたもんだから、私たちも急いで山に登ったの。そしたら顔を真っ赤にしたフリーナとばったり会ったのよ。私たちを見るなり一目散に山を降りてったけど。ああ、思い出した。あの時フリーナ様が叫んでいたのは、助けてくれ、台本はどうすればいいんだ、だったな。なんて叫んでたかはっきり聞こえてたの？どうして早く言ってくれなかったのよ。本当に誰かが遭難したのかと思ったじゃない。どちらにせよ、ここまで来て状況を確認する必要はあったろう。それとあの方のメンツのことも考え、あえて言わなかった。どうやらストレスを発散してたらお前たちに見られちゃったみたいだな。異国で知り合いにばったり会うなんて、フリーナはおそらく、いや、全く予想もしてなかっただろうな。多分そうでしょ。来る途中ヌビレットさんに会ったけど、その時はもう帰ろうとしてたし、一緒に行動してるわけじゃないと思う。ヌビレットまで行栄層に来てたのか？ヌビレットは何しに来てたんだ？まさか旅行ってわけじゃないよな？旅行なんじゃない？たった半日で急いで戻ったって聞いたけど、ほんと忙しい人よね。あの方はほとんど休暇を取ったことがない。半日空けただけでも称賛すべき大進歩だろう。この間シャルロットがリーウェの茶葉に関する記事を新聞に載せたでしょ。ヌビレットさんもクロリンデと同じで、あれを見て茶葉を買いに来たんじゃないかしら。私はそういう理由で来たわけではない。ナビアに誘われたからその付き添いだ。茶葉を買うのはついでに過ぎない。フォンテーヌ人は本当にお茶が大好きなんだな。いや、私が飲みたいわけではない。この間公爵との賭けで負けてな。その景品として何か贈る必要があるんだ。ただの口頭での賭け事に過ぎないがな。公爵は気分で賭け事に興じるところがある。具体的に何を勝ち取ったかなどほとんど気にしない。道端のミントを積んでそれを渡しても構わないだろう。だから適当に何か買ってあげればいい。はあ、取引に対してもそのくらい適当だったらよかったんだけど。そういえばあんたが買ったあの茶葉、ここの特産品なんでしょ？名前は確かヌビレットさんが教えてくれたんだけど、何だったっけ？そうそう、それ。まさか10巻買ってたりしないよな。そんな罠にかかるように見えるか？あ、そういえば私の声を聞いて登ってきたんだよね。あんたたちのスケジュールを狂わせちゃったりしてない？あ、そうだ、フータを。実は友達が行栄層に来るって聞いて、オイラたち今日はその様子を見に来たんだ。もしかしたら会えないかなって思って。あら、つい話し込んじゃった。あんたたちの時間を奪っちゃってごめんね。ならよかった。じゃあそろそろフータを探しに行くか？ああ、私たちのことは気にしないでくれ。まだ登ったばかりだから、もうしばらくここにいる。先に友達に会ってきたら？後でまた機会があれば行栄層で集まりましょう。うん、それじゃあオイルたちは先に降りるな。また後で。ねえ、どうしたらここで叫んでくれるの？
そうまでして聞きたいのか？だって気になるじゃない。なんだかヤバそうな言葉を叫びそうだし。いや、やはりやめておこう。言葉にするより私は直接手を下す方が好きだからな。はっ、風よ。うむ、部品として使えそうだ。チレ、妖艶草といえばお茶、お茶といえばザオ茶だよな。ひひ、ザオ茶の時間は長いってガミンが言ってたし、この時間でもまだ天心って食べられるかな。午後だろうと午前だろうと関係ないぜ。どうせ天心を食べることに変わりないんだからな。この辺りになんかうまそうなもんはないかな。え、間違いじゃないよな。フータオと勝利の間にいるのってフリーナじゃないか。あの三人一体何の話をしてるんだ。勝利は博識だからフリーナに妖艶草のことを紹介してたり、ああ、もしかするとフータオがフリーナを呼び止めて往生堂の営業をしてるのかも。なんでお前まで賭け事を始めるんだよ。まあでもお前が海鮮粥大盛りを3杯かけてくれるなら付き合ってやってもいいぜ。勝利がいるなら話を変な方向に進めないはず。決めた、オイラは勝利のガイドにするぜ。よし、善は急ぐだ。早速答えを聞きに行こうぜ。フーター、勝利、フリーナー、おーい。あれ、なんでオイラまで大声を出すようになってんだ。おや、喫身両日体型至極、なんとまあ次から次へと。事前に約束をしていないというのにこうして二人に会えるとは実に縁がある。え、まさか勝利先生とフータオも旅人と知り合いなのかい。なんだいその口調は。後半ここで旅人に会ったのは確かにちょっと驚いたけど、君たちは国々を旅する英雄だからその足跡を残す範囲が多いのも十分うなずける。では水の潤沢なこの地で僕からの祝福を君たちに捧げよう。怪盗祭を祝して。つまりお前たちはフォンテーヌの地に足を踏み入れたのか。旅人は数々の縁を結んできた。フリーナ殿のような名高く輝かしい大スターと知り合いであるのも不思議ではないな。そんな大げさな。まあでも褒めてくれてありがとう、勝利先生。ただフォンテーヌでいささか人気を集めていようと名声など取るに足らぬものだ。今の僕は美しい景色をいくつも眺めアイデア探しの旅に出ているただの旅客に過ぎない。さっき話してた時に思ったけど、この往生堂の滑稽絶対に一般人じゃないぞ。あれほど物知りで見聞も広いのにフォンテールで起きたことを知らないわけがない。もしかして僕のメンツを立てるために知らないふりをしてくれてる。この何言ってんの。ただの旅客だなんてこの同士はそんな自己紹介認めないからね。まさかフータオまで。ねえ親友、聞いてよ。そのフータオ、
フリーナは私のお客さんになったんだよ。そうなんだ。はいはい、わかった、お前の勝ちだぞ。靴底に隠しといたへそくりを出すしかないか。ん？勝ちって何が？あなたたち、まさか私で賭けをしてたわけじゃないよね。違うだろう。実はさっきお前たち3人が立ってるのを見て、何の話をしてるのか当ててみようぜってなったんだ。ほほう、なるほど。つまり私がフリーナに往生堂の営業をしてたことを親友は見抜いてたってわけね。そりゃそうだ、私たちの仲だもん。それでパイモンはどう思ってたの？勝利がここに来たばかりの人のためにガイドをしてるのかなって。え、来たばかりの人って僕のことかい？それならパイモンの推測もあながち間違いではないな。ああ、そうだね。勝利先生は確かに行営層一帯で眺めのいい場所を紹介してくれた。ほら見ろ、オイラの予想も当たってたぞ。ダッチも正しかったんだから、勝ち負けなんてないよな。おいおい、そうしょぼくれるなんて。じゃあこうしようぜ、お互いに海鮮粥をおごるってのはどうだ。オイラがお前に一杯おごって、お前がオイラに一杯おごるんだ。賭けは3杯だったから、あと一杯は。この同種に関係する賭けなら私にくれない？大きな商売が成立したお祝いにね。冗談冗談、往生堂はちゃんと利益が出てるし、むしろ私が吉日を選んでみんなにおごってあげないと。うわ、あれこれ話してて肝心な部分を聞き忘れるところだったぞ。フリーナ、お前なんかあったのか？ん？何のことだい？つまり往生堂が必要ってことはさ、つまり。ああ、そうだよ。はい、嘘だろ。誰のことか知らないけど、そのご愁傷様。なんだい、何を考えてるんだよ。え、違うのか？普通往生堂ってあれのことだろ。まったく、もう僕の状況は君たちも知っているだろ。周りに葬儀を手配する必要のある人がいたかい？フータオに頼んだのは永遠で使う道具の用意さ。この間リーユエで出版されたホラー小説を読んだんだけど、その内容が実に素晴らしいものだったんだ。今でも毎晩明かりをつけないと寝られん。ああ、いや、重要なのはそこじゃなくてだ。とにかく大スターのフリーナが再び舞台に戻ったからには、必ずやフォンテーヌの劇と英英業界に新たな聖戦をもたらすだろう。ほう、なかなかいいキャッチコピーだ。メモしておこう。宣伝用のポスターに使えるかもしれない。はい、そういうことだったんだな。じゃあ今回フリーナがリーユエに来たのは、わざわざ往生堂を訪ねるためだったのか？それはちょっと違うね。もともと僕は外国の景色でも眺めて気分転換をしようと思ってたんだけど、そこで運よくフータオと勝利先生に出会ってね。これぞまさに運命の導きと言えるだろう。ああ、確かに良い縁だ。勝利さん、はぐらかさないの。私に言わせれば、道を訪ねてきたあの人に感謝しないと。ん？誰のことだ？
君たちも知っている人だから当ててみるといい。一発で当てるなんて、さすが親友、今日の推理力は神がかってるね。まさかルビレットが道に迷うなんて思わなかったぞ。意外だね。僕だって一人で来れたのに。僕が来た頃には彼はもう帰ろうとしていたよ。フォンテーヌ邸へ戻るのに最短のルートを聞いていた。うん、そうそう。まあこの付近の参道は入り組んでるし、遠回りしたくないのもわかるよ。それでフータオは道を教えてやったのか？もちろん。この道主は一応案内人の端くれだからね。方向感覚は抜群だよ。でもあなたたちの友人だけど。え？どうかしたのか？彼ってあんまり人付き合いが得意じゃないんじゃない？ああ、道理で背筋をピンと伸ばした歩き方と、あの几帳面な言葉遣い、とても休暇できてるとは思えなかったもん。往復の移動を含めて半日だけだろ。彼以外誰も休暇だとは思っていないだろうね。ふん、どうやらその紳士は日頃からかなり多忙なようだな。明らかにそうでしょう。勝利さんは見てないけど、休暇だっていうのにあの人会議に出席する責任者みたいな服装だったんだから。そうだったのか。え、勝利はヌビレットに会わなかったのか？あいにくな。ちょうどその時同志とフリーナ殿の打ち合わせがはかどっていた。業務のこととなると長引くと考え、二人のために茶を取りに行っていたのだ。残念だね。あの紳士、言葉遣いは硬かったけど、勝利さんと気が合いそうな感じだったよ。うん、そうか。どうした？フリーナ殿の言葉を借りれば、これもある種の運命なのだろう。大丈夫さ、旅人がいればいつかは知り合うことになるだろうしね。それもそうだな。こいつは誰よりも友達が多いし。ああ、まさにその通りだろう。あ、そうだ、もし機会があったら君からヌビレットに言ってあげてよ。彼が数日いなくたってパレメルモニアは通常通り稼働する。ずっと室内に閉じこもってる必要はないんだってね。水の中の貝だってたまに殻を開けて新しい水を入れないといけないんだからさ。ルールのことが心配なら自分で休暇申請を書いて自分で審査を通せばいいじゃないか。もしかしてヌビレットさんってお偉いさんなの？いやー、堅苦しそうな人。この同士の経験から言うと、上に立つ者にとって大事なことは2つ。物事を自分の思うように進められることと、傾聴緩急を正しく見極められることだと思うんだ。だからその友人にはまだまだ伸びしろがあるってことだね。伸びしろ？僕の覚え間違いじゃなければヌビレットは少なくとも1000歳を超えてるんだけど。ああ、そうだね、フータオの言う通りだ。おや、旅人フリーナ殿、あちらの2人は知り合いなのではないか？
みんな話が盛り上がってるみたいね。私たちも混ぜてちょうだい。お邪魔ではないだろうか。おやおや、このお姉さん随分と礼儀正しいね。でも遠慮はいらないよ。旅人とフリーナの知り合いならきっと私とも気が合うだろうからね。その単純明快さ気に入った。時間が経つのって早いね。暗くなる前に船に乗って帰るならそろそろ出発しないと。ああ、ではフリーナ様。うん。僕のことかい。はい。お帰りのご予定はついでにお送りいたしましょうか。そんな面倒をかけるだろう。それに君はもう僕の部下じゃなくなったわけだし。 いえ、そういう意味ではありません。外で友達と偶然会ったら共に家に帰らないかと誘うのは普通のことではないでしょうか。ここはほとんど山道だし、暗くなったら余計分かりづらくなっちゃうでしょ。そうそう、まるで怪奇小説に書いてあるみたいに廃れた山道迷路のようポツンとある子や人おらず、門前立つは赤ろうそく、風がないのに揺らいでる。親愛なる淑女レディ友よ、ぜひこの僕も一緒に連れてってくれ。もちろんです。プフリーナってば本当面白い子だね。そういえばさっきの話だとクロリンデって昔フリーナの部下だったんだ。もしかしてフリーナももともとお偉いさんだったり。それはもう昔のことだから。上に立つのは辛いよ。僕には向いてない。僕は今のように気ままに行動して自由という名の新鮮な空気を吸ってる方が好きなんだ。なるほど。行栄荘は確かに休息に適した場所だ。ああ、もちろん楽しかったとも。それに勉強にもなった。フータオと勝利先生にはとても感謝しているよ。もう何回お礼を言えば気が済むの？そんなに気を使わなくていいって。そうだ、今度来た時に町でザオ茶をおごってあげる。ザオ茶ってお茶会みたいなものかい？うん、だいたいそんな感じかな。お茶があって点心があってみんなで卓を囲いながら気が済むまでおしゃべりするの。へえ、いいねそれ、楽しそうじゃないか。ドンロンスーとハスの花パイは絶対に注文した方がいいぜ。いい匂いがするし甘いから、フリーナもきっと気に入るはずだぞ。うん、じゃあ次に会うのを楽しみにしているよ。ところでお前たち旅行に来たっていうのになんで手ぶらなんだ？もちろん持って帰るに決まってるでしょ。面白い小物をたくさん買ったんだ。タコに紙の傘、それから飛び跳ねる鉄のカエル、あと小さな芸獣のぬいぐるみ。クロリンではあんまり買わなかったけど。まさか茶葉しか買ってないのか？いや、あとお茶味のキャンディーをシグウィンさんへのお返しだ。クロリンではいつもこうなの、物欲があんまなくって。ああ、ナビアと差し引いたらちょうどチャラになる。先に言っておくけど、私別に無駄遣いはしてないからね。今日のショッピングだってちゃんと予算内に抑えてるし。僕？茶葉は当然買うべきだろ。あとスチームバード新聞に載ってたおすすめも全部試しておくべきだし、あとはあれとこれ、それから
どれも使えそうなものだ。だろ？あれ？そうなると余計わかんないんだけどさ、買ったものはどこに行ったんだ？まさかリネのマジックポケットを使ったとか？ああ、それは全てヌビレット様が持ち帰った。あ、なるほど、そういうことだったのか。ってなんでだよ！どうしてあいつが持って帰ったんだ？宝物でも集めてんのか？バイモンってば想像力が豊かだね。ヌビレットさんは私たちの荷物が多くて不便そうなのを見て、フォンテーヌ邸まで持ち帰るって言ってくれたの。最初はちょっと申し訳なかったけど、だって結構たくさん買っちゃったし。仕事が終わったらお土産をメロピデ要塞まで届けるのを手伝うともおっしゃってくれた。ヌビレット様は約束を守るお方だ。そうおっしゃったのなら最後まで責任を持ってやり遂げるだろう。ほら、クロリンでもこう言ってる。彼の頼もしい部下がここまで言うんだから、私もついでに頼むことにしたの。へえ、まさかそんなに優しい人だったなんてね。見た目ほどお堅いわけじゃないんだ。ああ、うちの往生堂にもそんな風に責任感があって用意周到で積極的に動いてくれる人がいたらいいのにな。ね、勝利さん。ああ、確かにな。そういえばクロリンデがこう言ってたよな。ヌビレットが仕事を終わらせた後、お土産を公爵のところまで届けてくれるって。後でメロピデ要塞の入り口に行ったらお土産を届けるヌビレットに会えるんじゃないか。あー、でもあいつがいつ行くかは分かんないけど。君たちか、久しいな。ここは人通りが少なく、とても静かだ。仕事が早く終わったゆえ、ここを散歩していた。早く終わったって。ヌビレット、お前、いつもこんな遅くまで働いてんのか？正確に答えるとなると、日々のスケジュールにもよるが、私には時間がたっぷりとある。早くとも遅くとも大差はない。にはたった半日しかいなかったんだよ。ふむ。まず時間がたっぷりとあるというのは命の長さから見たものだ。次に、行営層に行ったことを君たちは知っているのか？なるほど、説明に感謝する。もう届けたから安心してくれ。我らが決闘代理人は本当に大したもんだな。
あんたをここまで来させたのがただの配達のためだったとは。ただのついでだ。気にすることはない。ならよかった。クロリンデさんがわざわざ購入してくれた茶葉とキャンディーはメロピデ要塞が確かに受領した。口頭で確認が必要なことだろうか。些細なことゆえそうかしこまることない。そうかい。それにしてもこの茶葉の山、彼女の手土産ってどれもこんな感じなのか。ちょっと多すぎて受け取るのに気が引けるな。ああ、それはすまない。一部は私が買いすぎてしまったものだ。ん？どういうことだ。10巻で半額だったのでな。そういうことか。なら任せてくれ。なるべく早く飲み切ろう。ああ、感謝する。それともう一つ、君に渡すものがある。これは模様の刻まれた石板？その言い方も間違いではないが、より正確に言うとこれは宝典だ。ほう、宝典。うん。紙とペンがなかった時代、人々は石板に刻むことで全てを記録していた。法律も例外ではない。なるほど。古来より人々は審判の公正と公平を象徴するものとして天秤を使ってきた。故に私も文字の代わりにこの模様をあしらってみたのだ。最初の法典を模倣したこの工芸品はある種のオマージュといえる。こたびの出先において路上で陶芸体験の屋台を見かけたため、試しに少しやってみたのだ。前にクロリンデと冗談を言い合っていた時、君に法典を送るという話をしていただろう。それがこれだ。ああ、あの冗談か。ああ、まさか君も覚えていたとはな。この贈り物はなかなかウィットに富んでいるだろう。ああ、そうだな。それにさすが我らが最高審判官って言ったところか。お気に入りの冗談も法に関係するものだとは全く感服する。それほど深い意味を持つ代物だ。メロピデ要塞の保管庫でも真ん中に飾るべきだろう。いや、そこまでする必要は。冗談だ。俺は保管庫なんか持っちゃいないさ。ま、物置ならあるがな。これは看護師長がコレクションしてるマシナリーのパーツの横に置いておこう。ああ、そうしてくれ。じゃあ漁営層に行ったのはそれを作るためだったのか。うむ、その通りだ。もちろんそれだけでなく、現地の山の泉水を飲むためでもあったがな。あの後味は以前フォンテーヌに送られたものより純粋なものであった。したがって長距離の運輸は道中にある他の思いを水に混入させてしまう恐れがあるということだ。本来の味を楽しむためには、ふむ、確かに休暇を取ってさまざまなところを渡り歩く必要がある。君までそういうのであれば、どうやら私のこの考え方は間違っていないようだ。たく、自分を休ませるためにわざわざ理由を作らなきゃいけないやつなんて初めて見たぞ。時間がたっぷりあるんだから何したっていいんじゃないか。ああ、君の言う通りだ。だが私は何をしたいのかこれまで特に考えたことがなかった。しかし先日リーユへの仮説に関する記事をいくつか読んだ折、この目でその光景を見てみたいという考えが脳裏に浮かんだ。
そして今朝、ちょうど仕事の予定が入っていなかったゆえ、行動に移したのだ。新鮮の一言に尽きる。ふと思い至っての行動ではあったが、多くのことを考えるきっかけとなった。例えば陶芸品について。土はもともと形のないものだが、水を適量加えれば柔らかくしっとりとし、形を整えやすくなる。水や料理を装う容器がどう生まれたのかを考えたこともなかったが、こうして自ら体験ができた。どうだろうか。これも今日私が作ったものなのだが。確かにそのような芸術的な意図も込めてある。本当だろうか、これを良い品と。正直に言うと、今日まさか君たちに会うと思っていなかったのだ。故に何も用意をしていなかった。リーウェの仮説にあたり、人間社会のマナーでは新年を祝うためのプレゼントを用意すべきだという。もしよければこれを受け取ってくれないだろうか。だからこそだ。受け取ってくれたら幸甚だ。ああ、どういたしまして。回答祭を祝して。自分の休暇申請を自分で通すか。自堕落の渦に陥ってしまいそうで、かえってルールに背いてしまいそうだ。だが、うむ、承知した。これまでプライベートで出かけたことはあまりなかった。仕事のスケジュールが理由の一つではあるが、それだけでなく、もともと人間社会に関わろうと思っていなかったのだ。しかし、人間の世界は確かに興味深いところだと、今はそう思えるようになった。回答祭はリーウェの新しい一年の始まりを意味する。さて、この新たな一年が暖かな海流のように前へと進み、所持がつつがなく流れることを祈っている。